ヨガはどれぐらいなんですか、初めて。3、4ヶ月ぐらい。あ、全然まだ始めたばかりですね。そうですね。でも汗かくことが大好きなので、汗かいてリフレッシュみたいなことをよくやってます。でちょっと僕ヨガ全然素人なんで教えてもらってもいいですか。なんかね、3、4ヶ月ぐらいだから教えられるかどうかわかんないですけど、でもね、あの一緒に呼吸とか頑張って、そうですよね、いけたらいいな。なんかやっぱこう男性からお花とかもらったりするとどうですか、本庄さん的には。あ、でも嬉しいですよ、ファンの方から。何言ってるんですか、ファンじゃないですよそんな、またあ、男ってそんな男のそうですよ、そっちのちょっとプライベートなお話、ね、プライベートはないです。え、ないです。お花ですよ。ないです。意外に寂しいプライベート過ごされてるんですか普段は。そうですね、相手がいないのでもうずっと本当にサウナとあと趣味で生きてます、毎日。え、あれなんですか、募集した方がいいんじゃないですか。募集ですか、はい、花束くれる方を。ああ、じゃあ欲しいです。ちょっと真剣に真剣に告白してくださいよ。花束お待ちしてます花束欲しい、花束欲しい、はい、もらえるような方を見つけてね、はい、今日みたいにこうやって一緒にデートできたら、うん、いいですよね。いいですね。でもやっぱのんびりできるデートがやっぱり私は好きですね、今日みたいに。のんびりデートが好きなんだ、うん、なんかもうあくせくいろんなとこ行ったりとかじゃなくて、うん、散歩とかボートしたりみたいな。そうですね、ボートとかもいいですよね。どうします、なんかそろそろなんかちょっと、はい、こいつやってみますね、せっかくなのでね。どうしようかな、ちょっとここら辺ちょっと綺麗じゃないですか、この、ね、この、ね、この確かに日陰でいいね、ちょっとこう木漏れ日もあって、はい、ここら辺かな、はい、はい、じゃあちょっと広げちゃいますか、これ僕がもらっちゃいます、はい。良きところに引いてくださいね、じゃあ。はい、ここら辺かな。そこだ。なんかマット引いちゃって。攻めますね。攻めちゃいますね。よ。よ。はい。で、まず最初は、はい、深呼吸を。深呼吸を。はい、します。はい、なんかちょっとあの天気もいいし、あの熱中症とかまずいんで、一応飲み物だけ、え、ありがとうございます、用意しておきました。飲んでください、スポーツドリンク、スポーツドリンク、はい、ありがとうございます。え、僕もいいんですか。なんかちょっと暑そうだから飲まなくて大丈夫。ありがとうございます、なんかちょっとカップルみたいな感じで気使っていただいてデートだからね。あ、おいしい、ありがとうございます優しいですね先生なんで花束もらえないんですかね分かりません、なんでだろうください、花束こんなに優しいのに花束くださいじゃあちょっとヨガね、行きますか、はい、引き続き、はい、はい、それでは、はい、
手を頭の上に上げて、はい、このまま下ろします、はい、これ伸びますね。伸びます。